皆さんこんにちは。今日もね、巨像を倒していきますよ。今日はアグロが近い。あ、どこ行くの？でですね、ちょっとね、始める前になんですけど、実はさっきね、ちょっと始めたんですよ。始めて、さあ今日も巨像を倒すよとかってやって歩いてたんですけど、すんごく迷子になって、なんかね、果物一つと、トカゲ3つぐらい食べたんですよ。だけどすごい遠くの方まで行っちゃって、なんか全然たどり着けないまま20分ぐらい過ぎたから、またこっからやり直すことにしました。巨像の姿は見ることができてません。セーブしてないんでね、そのトカゲとかの効果は出てないと思うんですけど、まあね、こっからもう一回やろう。アグロ、こうやってね、アグロをね、あれ、できない。こうやってね、アグロをね、撫でて見るってところから始めたんだけど、あれ？あれ？素手だよね。あれ？変な動きしかできない。アグロー？ちょっと膝カックンみたいになっちゃう。あれ？角度が悪いか？おー、できた。頭を撫でてやりたいんだけどな。これね、なんて言ってんだろうね。ほうって言ってる。じゃあアグロさん、今回もよろしくお願いしますよ。ちょっとアグロが連れてってくんないかな、次の巨像のところまで。全然わからないからさ、場所があっちなんだよね。あっちで、あっちだって思って。さっきはこっちに行ったんですよ。遠回りしてあっちかなって。ちょっとさ、こっち行けない？こっちに行けないかな。よいしょ、あれ、よいしょ、ここ行けそうじゃないか。ちょっとこっち行ってみよう。こっち。うわ、こっちっぽい。こっちっぽいなぁ。あっちに行ったのちょっと本当に無駄だったかなぁ。いや、でも果物のある場所が一箇所だけ分かった。噛む一箇所だけ分かったからね。ありあり、まだ巨像に出くわしてもないし、セーフです。でもな、トカゲ食べた。あ、そっか、こっちってあれか、2体目の巨像を倒したところか。下はこっちの上かな、もしかして。そしたらね、なるほどな、一理あるぞ。ほら、絶対こっちだわ。あ、間違えた。あー、20分間うろうろした時間がもったいなしねー。ねえ、ほら、道あるもの、やだー。くそー、次のうなぎかまだわかんないけど。うなぎ許さない。私はうなぎを許さない。絶対にかば焼きにしてやるんだから。くそ、さばいてやる。私お魚さばけるんですよ。お魚さばくの上手なの。あ、ていうかここか。うわ、方向音痴丸出しだな、本当に。ここってあれじゃん、上に行くと、3体目の巨像がいたところだね。ここなのか、もしかして。確かにここ水だけど、ちょっと待ってね、ちょっと見てくるね。実はここにいたとかいないとか、いたとかいないとか。でもな、こっちにも道があるのがちょっと気になるんだな。行ってみましょう。なんかそんなかぶってる場所にいない気がするんだよね。だから
ちょっと違うんじゃないか。どこかな。アグロさん連れてってくださいよ、巨像のところまで。アグロさんならなんかこう野生の勘みたいなやつでわかるんじゃないですか。連れてってくださいよ先輩。アグロ先輩ねえねえ、こっちかな。こちらへんかな。ちょっと待って、場所確認したいな。光がない。こっちじゃないか、あっち。ちょっと待って、どうしようどうしよう。アグロさんがこっちって言うならこっちでもう迷子だ、困った。迷子だ迷子だ、もうここどこだよ。はぁ、あ、また石碑だ。へぇ、困ったね。こっちでいいのかな。どうかな。なんか微妙に違う気がするけどな。行ってみるか。降りちゃった、降りちゃ、降りちゃ。ていうかここさっきさ来た気がするぞ、迷ってた時に。わからん。ちょっと待ってね。迷子迷子おつ迷子おつおつぽよ。こっちかこっちか、いいのかな。行ってみるかとりあえずな。いえ、迷子だ。アグロ迷子だよ、アグロ悲しい悲しい。もうどの石碑に来たことがあって、どれが何でとか全くわからない。悲しい。アグロでもなんかここなんかあるな。もしかしたら、もしかしたら合ってる。あ、ん？さっきこんなところ来てないな。よし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 、なんかいっぱい棒が立ってるね。あれでもな、あ、下だ下だ。そっか、方向だけじゃないのか。下とかもちゃんと見れるのか。なんかくぐってくださいっていう感じのやつがあるからくぐる。くぐって、あ、合ってたっぽい。よかったくそ、迷子迷子になってた時間は10分くらいかな。よし、今日もサクサクやろう。サクサクかば焼き作ろう。すごー。ちょっとなー、さっき迷ってリセットした場所と少し似てたしなー。また迷子になったかと思ったよ。ぴょん、ここはアグロ来れないね。いや、来れんのか、もしかして。来れるかい、アグロ。さすがに無理かな。じゃあこっからは一人で行きましょうかね。で、お、ぐるぐるする。よいしょ、ぐるぐるする。あー、目回る。あー、酔う。本当に、おえ、私ブランコで酔う人だから。以降の時も言ったけど、ブランコでも酔うから。三半規管クソ弱いから。あ、ん？何か来る。怖い。水怖い。やっぱ水の中で戦うのかな？怖い。あれビリビリしてんの？無理。
泳げない私が水の中でうなぎを倒せるわけない。うなぎっていうかこれナマズ。ちょっと様子見、水の中にいたら感電するとかありそうよ。どこだ、そしてで、ん、え、今どこ、わからん、ちょっと待ってね。あ、待って、キャメラさん、仕方ない、入るか。このぐるぐるの塔のところにいるとダメだ、カメラが勝手に動いてしまう。よいしょ。どうしよう、弓、あ、弓で狙えないか。これ潜れるの？思ったんだけど、ちょっとアグロくんの泳ぎ練習がまだままならない。え、泳げるんだっけこれ。あ、下に潜れるかな。下って潜れないけど、こんぐらいならいけんのか。で、なるほどね。どうするんだろう。こうして。ちょっと待って。うわー、すごい怖い。あ、なんか、あそこ乗れそう。でもさ、どうするんだろう。陸に上がってきてくれないと、やっぱり狙えないと思うんだ。お、バン、あれ狙おう、なんか。あの、ビリビリ。あ、怖い。へー、ビリビリしてる。へー。ちょっと待って。今でもなんか狙えそうだった。どこ今？あのビリビリしてるやつ狙えないかな。ビリビリしてるやつを壊すとかね。そうしないと痛そうだもんな。上がってきてください。あれ、来てくれないか。さっきのダバーンってなったみたいになってくんないかな。水の中に入っておびき寄せる的な。餌ですよ。あ、出てきてくんないかな。上がってこい。来ない。あー、水。あ、水に矢浮いてる。細かーい。演出が細かーい。すごい。どうしよう。逆にビリビリしないとか。それで即死だったらやだな。それで即死だったら私も。お、久しぶりのドルミンさんヒント。湖面に泳ぎ出て巨像を誘い出すのだ。やっぱさっきので誘えてたのか。じゃあ泳いでこう泳いで、いやー、こうして狙うとどう。今のはまだ誘えてないか。なんだろうな、目の前に行かないとダメかな。ごぼ、怖い。でもどこだ、どこ行った、怖い。あ、怖い。じゃあこの辺で見てよ。怖いけど、これ普通に、こっち来てない。こっち来てる。こっち来てない。
来てる？あ、来てる？来てるかな？え、来てないんだ今ので。どうしようどうしようどうしよう。泳ぐ泳ぐぞ。くそー、こうなったらその辺うろうろしてやる。うろうろ見ながら見ながら頑張ろう。当たったら痛いのかな。それだけちょっとやってみたいんだけど。ドキドキ。当たったら痛いのかな。あ、やべやべやべ。泳いでるんですよ、ドルミンさん。ドルミンさん、私泳いでる。あれ、流れない。泳いでるんだけどな。そもそも弓じゃないのかな。剣で、剣で。ちょっと待って、大変だこれ。大変だわ。これ難しくないか。どういうのがきっかけなんだろう。やっぱ目の前をこう横切るのかな。わあわあ、だってビリビリ痛そうだよ。ほーらほーら、みんなのアイドルワンダくんですよ。どうすれば。何がきっかけだ。さっきちょっとザバって出てきたのはチャンスだった気がするけど。何がきっかけで出てきてくれたんだろう。さっき おいでー。並走してみる。並走なう。ちょっと怖いです。チャンスな気がする今の。あ、そうでもないかも。あ、痛そう。おお。おお、怖い。あ、尻尾に掴めないかな。掴めないか。いや、どうなんだろう。水の中で掴めたりするのかな。いや、おびき出すとか言ってんだから、そういう感じじゃなさそうだ。いや、でも今の結構水面に出てきてくれた。行こう。行きましょう。いざ。こんにちは。こんにちは。すごい。怖。あ、なんかここにいると危ない気がする。ビリビリする気がする。尻尾。うわー、すごい。どうしよう。これで正解なの？ちょっと待って。だって息が持たない。ちょっと待って。これで正解なの？弱点どこ？頭かな？あ、いけそう。走ろう。走って掴んで。どうだろう？ここかな？ちょっと待って。水面に出たら。どうしよう。だってこれビリビリしてるよ。怖っ。あ、
待って待って待って、ここになんかある。あ、痛い痛いね、今のはね。ここなんかある。もっとそっちだった、すいません。いけるいけるいける、焦るな焦るな。お、ん、あ、なるほどね。こうやってビリビリをどんどん消していくのでは。ほら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 、よし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 、合ってる合ってる合ってる、大丈夫、いける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 。焦ることはない、焦ることは痛い焦るそっか、急がないとビリビリする。こう来て、ここでいけ、よし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 、あ、弱点発見、発見したけど上に上がってくれない、上に上がって上がってくれない、上がってくれない、溺れちゃ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 、上に上がって上に上がって、よいしょ、はあ、え、ビリビリなくなったよ。いけるのでは、これはいけるのでは。ここどこ、陸地がない、ちょっとちょっといい感じだったかもしれん。またおびき寄せて、おびき寄せて、もう弱点分かったもんね。この上で待ってよ、出てこい出てこい出てこい、おい。これワンダ君に溺れるっていう概念あるのかな。なんかさっきの感じ見てると、え、怖っ、さっきの感じ見てると溺れはしないのかな。あれ、あ、これもしかして、あー、頭の方は水に、水の上に出ない感じかな。こんな感じある。助けてー、水の上に出た、出たら走る、出たら走る、出たら走るぞー。で、水の中に入りそうになったら掴む、掴むぞーちょっと頭まで長いな、頭まで長い。この野郎、かば焼きにしてやるんだから、かば焼きにするんだから、かば焼きにするんだから、あなたの天然、天然のうなぎを、天然のうなぎを使った豪華なうな重に豪華なうな重にしてやるんだから、どき、おどきなすって、おどきなすって。あ、やばいやばいやばいです、です。掴んでる、ちゃんと掴んでる。弱点結構前じゃない？掴んだ今。どこだ？あ、ここか。あ、そっか、上がったタイミングで。えい！よし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 。いける、このまま行こう、このまま行こう。上がった上がった上がった。上がった上がった。あ、あー、そっか。タイミング、難しいね。難しいよ。こうして、あ、ほら、すぐにすぐに入ってっちゃう。こうしてお願いします。え、あ、あ、やったよかった、やったね、かば焼きゲット、かば焼きゲットかば焼きゲットだぜ、やったいやー、割と大変だったかも海の生き物はやっぱりあれだな、海の生き物というくくりとしては好きだけど、泳ぐのは苦手だやっぱし。え、どっから来る、あのモヤモヤどっから来る、怖い怖い、やめてやめてあげて、やめてあげて、陸地に上がりたい。陸地はどこ、陸地陸地、あそこだ、陸に陸に上がりたい、ギャー怖いって、このこのいつ来るか分かんない感じ。やった、はあ。
なんて言ったのかな。なんか今日この時間長かったね。ああね、これ見て、これさっきね、なんだ、迷子になった時に石碑でちょっとセーブしたデータが残っちゃってる。ちょっとこれ消すね。ちょっとこれ消すね。どうせリセットしたんだけど、その後一回消そう。よし、オッケー。ああ怖い、ビビる。めっちゃ見られてる。次のね、次の虚像を聞いてから終わりましょう。ふぅ、よし、完璧ですね。今日もサクサクと倒したね。もう全然悩みもしないでね。楽勝か。ふぅ、さあ、でもな、今回ドルミンさんのヒントもらっちゃったからな。ヒントもらっちゃったかな。森深く、桶桶の底に閉じ込められた尻尾、壁伝う影、桶だよね、さっきの。あれ違う、樽とかだっけ、あれ。恥ずかしい、間違ってたら。壁伝うか、トカゲじゃね。やばい、今までに食べたトカゲたちが化身となって襲いかかってくる。あ、ハト取れなかった。かば焼きにしてきたよ。次はトカゲだよ。トカゲかな、本当に。トカゲマニアのワンダ君としては素敵な巨像かな。じゃあね、よし、今回はこの辺で、あ、アグロいた、アグロと一緒にね、終わりにしましょうか。よし、じゃあ次も頑張りますので、お疲れ様でした。